こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、宅地造成と規制法の工事等の届出制について解説させていただきます。まあ、どういった場合に届け出が必要なのか、またポイントとしては、いつまでに届け出をしなければならないのか、まあ、こういったところを頭に入れていただければと思います。今回お伝えする内容は4つですね。4つ頭に入れましょう。まず1つ目。宅地造成工事規制区域の指定の際に、すでに工事を行っている場合。例えば、ある土地について宅地造成工事を行っていましたと。で、現時点では宅地造成工事の規制区域に指定されていないわけだから、許可いらないわけですね。許可なく工事を行っていた。そして、工事を行っている時に、規制区域の指定があった。宅地造成工事の規制区域の指定があった。こういった場合どうするのかっていうと、これは許可はいらないんですね。この場合は届け出をしてくださいねっていうルールになっております。じゃあ、いつまでに届け出をしなければいけないのかっていうと、宅地造成工事の規制区域の指定があった日から21日以内に届け出をしてくださいね。知事に対して届け出をしてくださいね。というようなルールになっております。で、二つ目が、高さ2メートルを超える擁壁、これを除去する工事を行う場合、または地表水の排水施設、これを除去する工事を行う場合、まあ、地表水っていうのは、まあ、雨水とかって考えていただければ大丈夫です。雨水を流すための排水施設ってありますよね。そういった施設を取り除く工事をする場合、または地滑りを抑止するための杭、この杭を除去する工事をする場合、まあ、こういった工事をする場合っていうのは、工事に着手する14日前までに知事に対して届け出をしてくださいね、というようなルールになっております。で、三つ目は、宅地以外の土地を宅地に転用する場合。これなんですけども、これは許可に該当しない場合。これ例えばなんですけども、少しだけ盛り土をするとかいった場合ですね。盛り土の場合、1メートルを超える盛り土だったりとか、500平米超の盛り土をすると。500平米を超える盛り土をする。まあ、こういった場合は、宅地造成工事の許可が必要になってくるんですけども、例えば50センチしか盛り土しませんとか、でしかもそれはちょっとちっちゃな区域、100平米ぐらいしか盛り土しません。まあ、そういった場合っていうのは許可はいらないわけですよね。許可はいらないけれども、宅地以外の土地を宅地に転用する場合、例えば森林があって、この森林を伐採して宅地に変えちゃおうとか、そういった場合、転用した日から14日以内に届け出をしてくださいね。転用した後でいいから14日以内に知事に対して届け出をしてくださいね。といった内容です。で、四つ目は、許可を受けた宅地造成工事の許可を受けた後、造成主だったり設計者だったり工事施工者を変更する場合、または工事着手予定日、工事を開始する予定日とか、工事が完了する予定日、これを変更する場合、この場合については変更した後、遅滞なく、まあ、すぐに知事に対して届け出をしてくださいね、といった内容です。まあ、今回4つ解説させていただいたんですけども、まあ、全て重要な内容なんですね。まあ、ただこれってそんなに理解するところって多くないんですよ。まあ、3番ぐらいかなってところですよね。宅地以外の土地を宅地に転用するって、まあ、どういうことなの？いわゆる許可まではいらないけれども、まあ、ちっちゃな工事っていったイメージなんですよ。まあ、そういった場合は転用した日から、まあ、14日以内に届け出してくださいねっていうことで、あとはそれほど理解すべきところはないかなと思います。なのでこれは何度か動画を見ていただいて頭に入れていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。